皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日は8月2日です。マルバネクワガタを狙ってウイジンです。今日の晩ご飯はヒゲチョウの鶏もも肉の弁当ですね。ハイライフというコンビニのオリジナル商品です。ヒゲチョウはルーローハン屋さんで有名なお店です。8時56分です。水神島の方点灯させました。サイさんのところから戻ってまいりました。サイさんのところいろいろ来てましたね。ウスバとか山田とか。また今日もですね、サイさんからバッテリーをお借りしました。これで12時まで持つかどうか。交通の姿は全くございません。サイさんのところはイカサゴのメスが来たというふうに思ってます。全然違いますね。移動してきました。ただいま 11.6V の 78%、18時5分です。では点灯させます。20時39分です。そこへですね、どう見ても細若のオスが飛んできて、頭の上を旋回してですね、最終的にあの辺へ止まっちゃったんですよ。ちょっと遠くてどこに止まってるのか見えないんですけどもね。もう落ち着いちゃうと飛ばないんかもしれないですけどね。これはですね、もう飛んできたらここでキャッチするっていう作戦しかないですね。この HID を谷に向けて照らしてるんで止まる場所がないんですよね。これ大きいですか？でかいです、でかいです。超でかいです。これは大事に、干物にしたので。あ、ありました。ちょっと傷ついてますけどね。なんかオークアっぽいですよね。はい。あ、これは、ワイルドだな。これは嬉しいですね。23時49分、丸羽を待たずして消えてしまいました。残念でございます。完全になくなってた。私に足りないのは気合いかな。